怖い話の間違い探し。間違いは全部で10個ねば。さあそれでは行くねばよ。今日はねばる君が聞いた怖い話を紹介するねば。これは一人のトラック運転手の人が体験したお話ねば。その男性は会社の同僚から奇妙なお話を聞いたねば。長野県に通る峠を夜に通ると出る女の子の幽霊って話知ってるか？その女の子の霊は急に助手席に現れ、運転手に問題を出してくるんだってさ。正解しなければ運転手は殺されるんだって。それから数日後、男性に偶然長野に向かう仕事が回ってきたねば。しかも他の仕事もこなしてから移動になるため、向かう時間はどうしても夜になってしまったねば。でも男性はただの噂話にしか思っていなかったので、特に気にすることもなく運転を続けていたねば。そして例の峠に差し掛かった時、男性は突然全身に鳥肌が立ったねば。自分の隣、つまりは助手席に、いつの間にか女の子が座っていたねばよ。女の子は運転手をじーっと見つめていたねば。そして、ねえ、遊んでくれる？と聞いてきたねば。男性が言われるがまま首を縦に振ると、女の子はクスクスと笑いながらこう言ってきたねばよ。じゃあなぞなぞね。間違えたらダメだよ。リンゴとバナナとスイカを乗せたトラックがある山道を走っていました。やがてカーブに差し掛かったところで何かを落としてしまいました。さて何を落としてしまったでしょうか？男性は震えながらも内心助かったと思ったねば。それは男性が子供の頃に聞いたことがある問題だったねばだから。カーブで落としたのはスピードだ。残念だけど早く消えてくれ。すると女の子は後悔してきたねば。残念。正解は命だよ。その峠のカーブには今も花が添えられているとかいないとか。みんなも女の子が現れた時は答えを間違えないように気をつけるねばよ。みんな間違い分かったねばか？え？分からなかったって？それは怖いねばね。じゃあもう一回行くねばよ。今日はねばる君が聞いた怖い話を紹介するねば。これは一人のトラック運転手の人が体験したお話ねば。その男性は会社の同僚から奇妙なお話を聞いたねば。長野県に通る峠を夜に通ると出る女の子の幽霊って話知ってるか？その女の子の霊は急に助手席に現れ、運転手に問題を出してくるんだってさ。正解しなければ運転手は殺されるんだって。それから数日後、男性に偶然長野に向かう仕事が回ってきたねば。しかも他の仕事もこなしてから移動になるため、向かう時間はどうしても夜になってしまったねば。でも男性は
ただの噂話にしか思っていなかったので特に気にすることもなく運転を続けていたねば。そして例の峠に差し掛かった時、男性は突然全身に鳥肌が立ったねば。自分の隣、つまりは助手席にいつの間にか女の子が座っていたねばよ。女の子は運転手をじーっと見つめていたねば。そしてねえ、遊んでくれる？と聞いてきたねば。男性が言われるがまま首を縦に振ると、女の子はクスクスと笑いながらこう言ってきたねばよ。じゃあなぞなぞね。間違えたらダメだよ。リンゴとバナナとスイカを乗せたトラックがある山道を走っていました。やがてカーブに差し掛かったところで何かを落としてしまいました。さて何を落としてしまったでしょうか？男性は震えながらも内心助かったと思ったねば。それは男性が子供の頃に聞いたことがある問題だったねばだから。カーブで落としたのはスピードだ。残念だけど早く消えてくれ。すると女の子は後悔してきたねば。残念。正解は命だよ。その峠のカーブには今も花が添えられているとかいないとか。みんなも女の子が現れた時は答えを間違えないように気をつけるねばよ。さあ最後は答え合わせねば。分かったねばか。それじゃあまたみんなで遊ぼうねば。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうねば。チャンネル登録してねばね。グッドボタン、ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよー。